長峰誠は日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、参議院外交防衛委員長、財務大臣政務官、都の城市長等を歴任。父は元参議院議員の長峰はじめ、宮崎県都の城市出身。都の城市立妻が丘中学校、宮崎県立都の城泉が丘高等学校。 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。大学時代は有弁会に所属していた。1995年から、父の長峰はじめ参議院議員の秘書、JC 宮崎ブロック事務局長を務める。1997年6月、宮崎県議会議員補欠選挙に自由、民主党公認で出馬し、初当選。1999年4月、二期目の当選。 2003年4月、3期目の当選。2004年9月、県議3期目の任期中に辞職。同年12月、都の城市長選挙に出馬する。現職で、九州最高齢市長であった岩橋達也を破り当選。2006年1月1日、都の城市が山の口町、高城町、山田町、高崎町と合併する。 新しい都の上司が誕生し、長峰は失職。それに伴って、同年2月5日に実施された市長選に無所属で出馬し、当選。2010年1月24日執行の市長選において2期目の当選。2012年11月21日、都の上司長を任期中に辞職。辞職の理由は、2013年夏に実施予定の第23回参議院。 議員通常選挙に宮崎県選挙区から自民党公認で出馬することによる。2013年7月21日、第23回参議院議員通常選挙で民主党の同級聖一郎を3倍以上の得票差で破り当選。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣にて財務大臣政務官に就任。 2019年7月21日、第25回参議院議員通常選挙で再選。ありがとうございます。